ね、なんかこのお二人にやってほしい SE とかこんなシチュエーションでやってほしいというのがありましたら、はい、jp.sims.co.jp の方に、はい、メールで、答えてください。くださいね。これ嬉しいわ。嬉しいな。じゃんじゃん来てほしいですよ。じゃんじゃん来てほしい。jp.sims.co.jp、はい、僕はキヨちゃんの方がタイプですとかでもいいです。そう、全然関係ないのでもいいです。例えやったらさ、嘘でも JP の方が言ってくれてもいいよ。いや、JP 様もいいです。みたいな、もうね、いただきます。 jp.sims.co.jp です。はい、お願いします。お願いします。さあ、というわけでこの次の曲はどうしましょう。この次の曲はどうしましょう、はい、なんかキョウちゃん今聴きたい曲とかある？聴きたい曲をせんべい食べながら。あ、私な、うん、今ここに曲一個だけあるやつがかけたいねんけど、うん、どうぞ。あのさ、スノードームってさ、うん、なんかあるやん、わかる？あれやろ、スキーじゃなくて、スノードームってそれか、雪のお土産のね。そうそう、はいはい、お土産の。で、私の友達のマキちゃんっていう子が、はい、スノードームが大好きで、スノードームコレクターだとずっと言ってて、うん、で、マキちゃん家に行ってもそんなにスノードームがなかったわけ、うん、で、私一昨日家出してさ、うん、マキちゃん家に行ったらスノードームがめっちゃ増えてんのな、うん、で、どうしたんって言ったらコレクターって言ってたことがちょっと嘘つきっぽいからいっぱい買ったって言ってて、うん、見たわけ、うん、で、私にももうちょっとしたらあげるって言われてるけど、うん、スノードームの中の人形の人の顔がね、うん、めっちゃ怖いわけ、うん、で、マキちゃんこれを飾ってるっていうことが怖いし、うん、もうスノードーム自体が私は怖いから、うん、いらないし、うん、こんなに家スノードーム知ってる？わかんない。なんかこんな水みたいなのが入ってて、逆さにしてこうやったら雪が降ってるみたいになるお土産やねんけど、それが部屋中にあるわけ、うん、もう怖くてさ、怖いね。はい、木村カエラちゃんのスノードームです。嫌やわ。